ロクトです。俺トライクが欲しいんですよ。え、トライクって何ですか？そんなの聞いたことない。ロクちゃん何言ってんですか、意味わかんないし。そんな風に思うかもしれないんですけれど、トライクとはですね、3つの車輪が車両中心線に対して左右対称な二等辺三角形に配置されたオートバイのことを言います。別名三輪バイクと呼ばれることもあって、前輪が二輪で後輪が一輪のトライクは逆トライク、リバーストライクとも呼ばれるんですよね。ですので一般的なトライクは前輪が一輪で後輪が二輪なんですよ。そうですね。ただね、オートバイの後部が荷台になってる貨物運搬用のものは日本では一般にはトライクと呼ばれないで、伝統的にオート三輪と呼ばれてるらしいんですよね。それでなおですね、英語でトライクっていうのは3個の車輪を意味するので、意味していてですね、日本でもスポーツタイプの三輪自転車のことをトライクっていうことがあるんですよ。で、自動車タイプのもの、三輪自動車っていうのも英語ではトライクっていうことはあるってことなんですよね。で、このトライクなんですけど、なんかどうして欲しいかなっていうとですね、すげえかっこいいんですよね。まずすげえかっこいいんですよ。で、特にどこのがかっこいいかっていうとですね、チョッパーっていうお店のハーレータイプ、ハーレーダビッドソンをトライクに改造したものっていうのがすごいかっこいいんですよね。そう、そのハーレータイプのトライクなんですけど、このお店を運営してる、チョッパーというお店を運営してる人は佐藤秀光さんといって、1951年4月1日生まれの日本のロックンロールバンドクールスのリーダー兼ドラマーなんですよ。で、クールスというと1974年12月にですね、芸能人である舘ひろしと岩城浩一と一緒にですね、モーターサイクルチームクールスっていうのを結成したんですよね、佐藤さんは。で、その後メンバーのうち8名で同じ名前のロックンロールバンド、それを結成してですね、デビューしたんですよ。で、その当時から現在も一貫してクールスのリーダー兼ドラマーとして活動してるんですよね。で、そのチョッパーってお店は東京都江東区の亀戸にあるんですけど、賑やかな駅前を大通り沿いに少し歩くと黄色い壁の一面、もうひときわ目を引く建物があってですね、もうすっごいロックンロールそのものですよね。そういった建物があって、その建物がまさにそのチョッパーっていうお店なんですけど、そこに行けばですね、バイクの在庫っていうものがですねあるんですよね。本当すごいかっこいいんですよ。で、このクールスに関しては、そうですね、東北の方に一旦みんな集結 してですね、そこからライブ会場まで一斉に走っていってライブをするっていう面白い、そういうのもあって、現象もあって、
なかなかすごい現象になってるんですけれど、そうですね、まあ俺がトライくんに惹かれるのは何かっていうと、やはりですね、車体が安定してるので、というより三輪はヘルメットかぶんなくていいんですよ。大体こう若い子が髪型が潰れるのを気にして、なんかヘルメットをですね首のところにかけたりとか、そういうことをしてるっていう光景をよく見るんですけれど、それすらしないでいいんですよね。要はヘルメットをかぶること、かぶらなくていいんですよ。かぶらなくても違反じゃないんですよ。ですのでヘルメットをかぶらなくていい、さらに安定している。ただちょっと 車幅があるので、そうですね、なんかこう普通のバイクのように車の横をすり抜けていくっていうことはちょっとできないんですけど、ただですね、すごいどっしりと安定したバイクでゆったりと街を走ると相当気持ちがいいんだろうなっていうふうに思ってですね、ぜひそうですね、コピーライターとして稼いだお金をですね、そこに突っ込んでいきたいなっていう野望を持ってるんですけど、ただ残念なことにですね、まだトライクの本物を見たことないんですよね。ですので、まず俺がすることはチョッパーに行ってトライクを見てみるってとこから始める必要があるのかな、そんな風に思っています。はい、まあ、トライクの魅力をどれだけ伝えられたかちょっと微妙な節もありますが、それでトライクといっても外国製もあって、前輪が二輪っていうのも結構あるんですよね。ただ俺の一押しはやっぱりハーレーダビッドソンタイプ、相当かっこいいんで、なんかちょっと三輪っていうと、三輪車っすかみたいな、もしかして二輪が乗れないからですかとか思うかもしれないですけど、いや、そうじゃなくてトライクがかっこいいって感じですよね。ノーヘル OK みたいな。ぜひあなたもトライクってカチャカチャと入力して、トライクというふうに入力してですね、検索して見てみてください。そう、自由を感じるために